逃げろ。あー !C、2、1、ゴー。あお。自分で。はい、こんにちは。バーチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん。ベイブレードバーストのヘルサラマンダ 12OP です。はい、ということで2018年5月26日本日発売のヘルサラマンダ購入してきましたね。うん。みんな買ったかな？買ったかな？早速開けていきましょう。うん、じゃあステッカー貼っていきましょう。はい、はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがヘルサラマンダ12オペレートですね、うん、黒とエンジのレイヤーだけどね、すごくかっこいい ね、うん、そうだね。じゃあセットしていきましょう、はい、あれ、あ、そうだ、左回転なんだ、うん、ちょっと固め、中くらいかな。あ、まあまあだね、うん、かっこいいね、うん、いいじゃん。で、今は超ディフェンスモードになってますね。超ディフェンスモード、はい、超ディフェンスモードはこのレイヤーが10枚の刃になってるんだってね。すごいね、うん、ドライバーのオペレートもディフェンスモードになってますね、うん、で、これをアタックモードに変えるには一回外すでしょ。ここにロックがあります。これを一回下ろしますね、うん、黒いパーツとメタルのパーツ、うん、これをこうくっつける感じ。そう、これで5枚板なんだね。これでアタックモードになります、うん、このオペレートドライバーちょっと変わってるね。軸先が今真ん中にあるんだけど、うん、アタックモードにする場合はちょっとずらすんだね、うん、はい、ずらすことで中心から外れます、うん、これでさらに押すんだね。そう、この蓋みたいなやつを閉める、うん、これでアタックモードに。そうだね、はい、これで超アタックモードになったね、うん、レイヤーもドライバーもアタック系ですね。強そう。じゃあ早速シュートしていきましょう、うん、じゃあヘルサラマンダーの超アタックモードでシュートしていきたいと思います。はい、よーし。あ、規則、規則。本当だ。わ、すごい。これは面白そうだね。わ、すごい規則。すごいすごいすごい。じゃあ今度は超ディフェンスモードにしました。はい。ゴーシュ。あ、さっきとは全然違う。うん、あ、今度はブルブル言わなくなった。ああ、すごい。確かにこれは強そう。防御だね。はい、では早速バトルしていきましょうか。私はこれでいきますね、最初ね。ウィニングバルキリー、12ボルカニックですね、うん、僕はヘルサラマンダー12オペレート超ディフェンスモードでいきます。はい、3、2、1、ゴー。おお、はい、おお、おお、おお、フィニッシュ。3、2、1、ゴー。おお、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 3、2、1、ゴー。よし、よし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 、あ、来たね。これが本来の戦い方だろうね、ヘルサラマンダーのね、超ディフェンスの場合で。うわ、すごいすごい、超綺麗に回ってる。もう弱まってるもん、うん、あ、ダメだ、ダメ、よし。じゃあ続いて私はこれでいきます。 Z アーキレス11エクステンドのハイアングルモードでいきます。超アタックモードでいきます。はい、3、2、1、ゴー。はい、はい、これはね、はい、次暴れるだろうからね。はい、はい、何かな、はい、おっと、暴れすぎー。あー、同時、3、2、1、押し。おーっと、わ、すごいすごいすごいね。はい、すごいメタルの音がいい。だけど、どうやらスタミナ止まらないか、やっぱり。やった、3、2、1、押し。よし、跳ねてるもん。いけ、ヘルサラマンダめっちゃ跳ねてる。あぶない、はいはい、あー、すごい暴れよ暴れよ。いけるあー、はい、続いて私はエンペラーフォンネスゼロヤードでいきます。上はアタックモードで下はディフェンスモードでいきます。はい、3、2、1、ゴー。お、ちょっと動きが違う、うん、レイヤーはアタックだけど下はディフェンス。なるほど。あ、これなかなかいいんじゃないの、うん、動き的にすごいいい気がするけど、滑らかにいって攻撃は強く。なるほどね。でも強いかどうかはなんかやばいやばい。見た目はすごい大きいね、ヘッサーはね、うん、カチカチ勝負になってしまいました。やった、 3、2、1、ゴー。跳ねるな、跳ねた跳ねた、まともに。おー、すごいすごいすごい、クオリティー、イエーイ、あー、3、2、1、ゴー。いけいけ、す
最初に強烈な一撃があったけどね、うん、はい、痛い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 、またカチカチ勝負だ、いけいけ、カチ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 、さあどうなるか、天ぷらごめんすっぽいかな、おお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 お、あドローかな。じゃあ僕はブラディロン技術サーティンジェルトに変えます。はい、じゃあ私はヘルサラマンダー12オペレートで超ディフェンスモードでいきます。おー、 C2-1 こっち、おっと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 、あ、両方とも左回転だ、うん、これはぶつかりが激しくなると、おい危ない、耐えた耐えた、あー C2-1こっち、逃げろ、あー3、2、1、こっち、あ、当たった、避けろ避けろ避けろ、あー僕はクラッシュラグナルク11リーチウェッジに変えます。はい、じゃあ私は超アタックモードでいきます。3、2、1、こっち、おっとっと、暴れる暴れる、わわわわわわわ、よし暴れるぞ暴れるぞ、暴れるぞ、ダメかー、イエーイ、一人暴れ、 C2-1 こっち、おいしょー、ゲンゲン、おいしょー、何今の、いやー惜しかったな、角度がやってるの、うわーバースト、 C2-1 こっち、あお自分で、あー、はい、ということで今回はベイブレードバーストのヘルサルマンダー12オペレートでした。はい、ということで今日の動画が良かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、うん、そしてチャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということでヘルサラマンダー、超アタックだとうまくはまれば強いって感じですよね、うん、うん、次回はですねこの超絶改造ガイドに基づいてやっていきたいなと思います、うん、はい、ということで今回は以上でございます、バイバーイ、バイバーイ。